チャンネルの川上です。どうもずんべんマンションです。南野です。平田です。お女子でございます。年間12名なんですけど、はい、今日やる企画は大人数企画、わさび寿司ロシアルーレット。今からサーモンの寿司を10貫用意します。その中に一つだけ大量のわさびが入ったお寿司があると、本当に大量に盛り込んだんですよ。なのでよーく見ると完全に見えてます。全く見えないでください。というわけで、このお寿司の中に一貫だけわさび寿司が入ってると言いましたが、実はこれはドッキリです。ドッキリ。このお寿司すべてに大量のわさびを入れたいと思います。というわけで、本当のタイトルは、全員に大量のわさび寿司食べさせたらどんなリアクションを取るのか。みんな食べた瞬間に、うん、俺当たったのかって言ってリアクション取るわけよ。それがもう全員な、全員になった時にどんなハプニングが起こるかっていうのがね、ちょっと楽しみだな。はい、わさび、うわ、ペロリーナ、ふぅ、ふぅ、今までね、この大量のわさび寿司を作ってきましたけど、はい、一番バレないのが、うん、サーモン透けてないからね。そう、透けないの。そうで、これ最後横からはみ出てちょっとこれうまいこと見ないように食べてもらうしかないね。それでは全員がどんなレースに乗るか、はい、お楽しみに。ここに1から10まで、なるほど、ちょっと言ってってもらう。あ、なるほど。じゃあとりあえず平松さん意気込みだけお願いします。普通に美味しいお寿司を食べる。カミリ普段やってんじゃん。誰をボロしてきたの。欲張りいるかもしれないから。何て言うから。あ、2から言うか。これから3番一丁り娘さん。じゃあちょっとこれ絶対意外に1番おぉ2番。じゃあなんで前半してるの。続いて渡り4番に入れてるんですよ。10でいきます。その1個前の9番7でラッキーセブンの7で、じゃあ5番ね。5番、アメリカの不吉な数字6。平松さん4番と8番。4と8残ってる。4も入ってるでしょ。4と8。じゃあ最後お調子さん、4しか残ってないんですが、何番にしようかな。じゃあビリバンバン。誰がわさび入り寿司なのか食べてもらいましょう。せーの。そういうわけです。ということで、はい、今回はドッキリでーす。バンバと引っかかりましたね。俺も倒れながら宇宙見ておかしいな。フリートチャンネルっていつからこんな貴族の遊びみたいな。いただきまーす。さっきより少ないかもしれないな。はい、ポジティブに。あれ？あ、思ったよ。今だけじゃないからね。なんだ。慣れるんだ。じゃあ最後ね、一個残ってるんですけど、目立ちたいよって言ってたらね。サスケさん食べてくださいよ。どっちがどっちか。騙してごめんねみたいな感じでちょっと俺は気が済まない。そうそう、どっちがしよう。ダメージしよう。もう最初はグー、ジョーグー、ポイ、ショー。ではお願いします。いただきます。あー、すごい。ご視聴いただいた方のチャンネルは概要欄に貼っておくので、どうぞご覧ください。はい、この動画面白いと思ったら
高評価お願いします。それでは、さよなら。大阪から東京まで登録で買えないんですか。